定期的に運動している。してない。得意なスポーツがある。ない。人間ドックの結果特に大きな問題はなかった。問題ある。健康に気をつけて心がけていることがある。ない。自分なりのストレス発散法がある。風呂。毎日6時間以上寝ている。あ、多分、合計ではな、毎日お酒を飲んでいる。もう飲まない。禁煙しようと思っている。飲んでない。死ぬかもと思ったことがある。100歳まで行きたい。いや、行きたくない。サザンオールスターズが好き。そうでもない。お風呂で漫画を読むって本当？本当。好きな小説家がいる。もういっぱいいる。花粉症である。いや、多分違うね。親友がいる。時計コレクション何か見せてくれますか？最近泣いた。もう毎日泣いてるよ、もう。簡単に泣いちゃうもん、これ。最近怒った。最近怒った。いつも怒ってるよ。今どこか痛い。もう常にどっか痛い。これからも YouTube 頑張りましょう。ストレス発散法は風呂入って寝ることだよ。まだお風呂長いんですか？漫画読んでるからな。あ、それはほぼ毎日ぐらいのペースで漫画は。そうだね。本ですか？雑誌。単行本はさ、もう昔よく寝ちゃって落としてひどい目にあったな。雑誌の方がひどい目には合うんだけど、まあ諦めはつくじゃん。集中して読めるみたいなことですか？リラックスですか？あえてお風呂で読むってのは。いや、別に他のもん読んでもいいんだけどさ、他のもん風呂に持って入るの嫌だからさ、漫画雑誌だったら最悪だから落としてもダメージが少ないから。死ぬかもと思ったことがあるっていうのは何が？バイクで事故ったりして何度も死ぬかと思ってますよ。あとなんか高いとこから落ちたり、車にはねられたり。はねられてるんですか？跳ねられてるよ。よく跳ねられたんだよ、俺たち子供の頃は。そう、五郎さんの、なんていうか、俺死なないんだよ、昔さ、跳ねられても。すごい。あ、多分、いや、この話も我々世代あるあるで、もちろん亡くなっちゃった人もいるからさ、あんまり笑ってもいられないんだけど、意外に跳ねられても死ななかったなっていう話があって、それはなんでなんだろうっていう。あれで諸説あるんだよね。なんか車が軽かったからじゃないかとかさ、スピードがそんな出てなかったからじゃないかとかさ。結構な勢いで引かれたんですか？結構な勢いで引かれたのはもうだいぶちっちゃい頃で、それはあんまりよく覚えてないんだよ。気がついた時には病院に気を失ってるパターン。いてさ、なんか珍しく親父がなんかおもちゃ買ってきてくれたっていう記憶。だからそのぐらい重症だったんだろうなっていう。それでその前後で顔つきが変わってんだもん、もう俺。その前ってさ、結構自分で言うのもなんだけど、理髪そうな顔してるんだけどさ、はい、もうその後バカ丸出しな顔になってんだよ。そんな頭打ってるから。自分でもうよく覚えてる、跳ねられたやつもあったけどさ、普通に歩いて家帰ってきたりしてるからね、昔ってね。いちいち自己証明とか取らないでさ、気をつけろガキとか言われてた。そのまんまさ、痛えなバカ野郎とかって言ってさ、うち帰ってきたりしてんだよね、午前血だらけになりながらして。よかったです、死ななくて。いや、意外に死なないんで。だから死ぬ時あっけなく死ぬんだよ、きっと。なんか、親友がいるっていうのは、いらっしゃる。いるよ。三浦淳さんとかは親友。いや、もう仕事、元一等最初は仕事だもんね、こっちは仕事出す。あ、なるほどなるほど。イラスト描いてくれって、お願いして。くれとか。でもその時とかも全然そんな話もしてないけど、なんかの時に会って話して、そっからっていう感じだよね。なんか縁があってもう一回。いや、なんかもうなんかね、二人でなんかね、SM のなんかをする対談があったんだよ。髪型は正反対だけど、言ってることは同じだっつって。和田とかはまだ学生時代の友達しかいないんだろうけど。はい。あれですよ、当班の AD は仲いいです。あ、会社の同期とかね。だいたい苦しみを共にしてると仲が良くなっちゃうから、そこね、分かんないんだよね。
あのそういう苦しみを共にしてる仲間ってさ、うん、普通の時仲良くならないやつでも仲良くなっちゃうんだよね。あでも確かに正反対のこと、ね、うん、なっちゃうんだよ、うん、あれ大丈夫かないや でもそこはもうだから仲良 い友達ができやすいとこなんだよね、うん、だから俺あの昔さあのうちは親も祖父もさ誰も戦争行ってないんだけどさその周りの人でさ老人とかでさやたらあの戦友会やってる人っていうのが世の中にはいっぱいいてあのお店とか行ってもさ必ずいるんだよ戦友会でいい調子になって軍歌歌ってるやつだとかさ、でなんでこいつらさこんな平和な世の中になってまで戦争の話しに集まってんだろうなってずっと疑問だったんだけど大人になって分かったね。そりゃあとあの海外の日本人コミュニティとかもそうなんだけど、あ最近泣いたこと、もう本当に簡単に泣くから俺、それはもうみんな友達もみんな言ってる、本当に涙腺が緩くなっててちょっとあの子供が頑張ってたり、うん、ちょっと動物が一生懸命走ってたりするだけで泣くから、うん、で面白いんだよこれ。年取ると本当にくだらないことの方が泣けるんだよ。本当に深刻なことはあんまり泣けないいいんだよ、むしろもう本当どうでもいいようなことで泣けるんだよ、うん、いろんなものが緩くなるんだよ。よだれとかも食べやすくなるしさうんこも漏らしやすくなるしさいろんなものが緩くなってくるんだよね。でやっぱもう深刻な問題とかはことの深刻さが分かりすぎちゃって逆に泣けなくなるんだよ多分。大きな問題になると問題の重大さが分かりすぎちゃって泣いてる場合じゃないになっちゃうんだよ。だけどもうなんか安心して泣けるんだよ、あの割と日常的なことの方が確かに昔うちの祖父がさいつもさ松竹新喜劇見て泣いててさ、うん、大丈夫かなこのじいさんと思ってたんだけどもうほぼそれに近くなってるもんね。なんかちょっと若者がなんか一生懸命やってるのとか見るだけでもう泣いちゃうんだもんでも和田は頑張ってるのは別に和田泣かしてほしいよ、俺が泣くぐらい頑張ってほしいよ和田には。頑張ります。ハードル低いんだよ、俺かなり簡単に泣くんだよ俺その俺を泣かしてみろっていうところだよ和田の頑張りで